平成27年3月28日、京都府宗楽郡和束町で、NPO 法人国際ボランティア学生協会イビューサ大阪クラブが、後輩茶園再生プロジェクトを行いました。この活動には、関西大学や近畿大学などから59名の学生が参加し、協力して茶畑の再生に取り組んでいます。このプロジェクトは、休耕地を再生させ、取れた茶葉から商品開発、販売まで行うことで利益を得、持続可能な社会貢献モデルを作ることを目的としており、学生はビジネスと社会貢献を同時に学ぶことができます。学生リーダーの伊藤さんは、このプロジェクトにかける思いをこう語ってくれました。その要は援納活動みたいなもんなんですけど、普通では。でもこの活動が違うのって、その僕らのアイデアでその商品化するっていう、その後輩茶園で整備して取れたお茶を商品化するっていうところで、やっぱその商品化したものをそのわずかで知ってほしいっていう思いとともに、学生がその休校デモでこう社会貢献活動してるってことを、みんなにしていただきたいなっていう思いはあります。一方、地元の人たちは学生たちの活動をどのように感じているのでしょうか。やっぱり若い世代の人たちで、そのこういう社会貢献とか、なんていうんですかね、そういうことにすごい興味がある方たちなので、やってて気持ちがいいですよね。で、僕らもなんか学生さんのためになるっていうか、こういう経験を通して何か得てもらいたいなと思うし、体に入ってもらって、すごいなんかこっちもやっぱりなんか、なんていうかな、一生懸命やらなんなみたいなって、思ったりとかするし、そういうところですかね。すごい本当にありがたいです。で、なんかすごい柔らかいというか、若い僕ら地元の人間では発想もできないようなことを思いついたりするわけですよ。なんか商品開発とかしてたら、そういうのもなんか新しくて、自分らじゃ絶対思いつかへんなみたいな商品の名前が出てきたりとか、そういう発想があるので、大いに勉強したいなと思いますね。地域に新たな芽を出す学生たちの活動は、そこに住む人たちにとってもいい刺激になっているようです。今後こうした活動が各地に広がっていくことが、地域活性化の一因となるのかもしれません。